そして今さあどこにいればいいのか。クランクインしたばかりのドラマの現場、居場所がなくて、まだ誰もと誰ともちょっと喋れてないですね。考えた上でこれだっていうのがあったら話しかけます。あ、こういう状況だったら喋りかけてもらってもきっと私だって嬉しいなと思ったら話しかけるみたいな。年を重ねて少しは突破口の開き方も心得てきた。友達でした。もう友達全員、もう全話したら友達じゃない。今日終わりですか？終わりです。全体のまだ雰囲気見てないから。ああ。これすごいよね、この雰囲気。そう。はい、ごめんなさい。秋葉原の劇場から始まった成功物語。時代の風は彼女の顔と名前を日本中に運んでいく。社会の気分が生み出すその時々のアイドル。この野球部を甲子園に連れて行きたいんです。いつかは来る大衆の心変わりを彼女は今どう捉えているのか。来年どうなるかが全くわからないので、私たちは毎年そうなんですけど、だから今年以上はもうないんじゃないかなって毎年思いますね。なんか飽きられちゃうんじゃないかとかいう不安もありますし、皆さんの記憶に一生残るのかって言われると私はそうじゃないんじゃないかなって思うんですよ、今の AKB じゃ。だからそうですね、いつか本当に皆さんの心に残るものを一つなんか作れたらいいなって思います。この日は学園ドラマの収録。共演者はグループの人気を二分する大島優子。何かと対照的な二人だが仲はいい。昨日ね、エリア51のことについてやってたんで、テレビで。そう。しかもエリア51に直接行ってた。え、どこにあるの？アメリカのどこだ、わかんない。どうして行けるの？ちょっとチェックします。シーンを撮り終え休憩になった。スタッフと会話を弾ませる大島。それに対し前田は周囲を寄せ付けない。まあストイックですよね。ストイック、なんか自分になんかすごい厳しいんですよ。こうと決めたらこうやるっていうのを持ってますね。芯を持ってるというか、美についてというか、なんかその見せることについてとかはうまいですね。パフォーマンスだとかもそうだし、見た目的な問題でも自分がここの部分を痩せなきゃいけないとか、演技のこととかでも映画とか舞台を見たりとかっていうのでもすごい勉強熱心です。二人でその AKB48 の先について話したこととかはあったりとか、自分たちがいつかのタイミングでやっぱいなくならなくちゃ下が上がってこないよねとかっていう話もしたりとかしました。次のシーン、大島優子たち二人を前田が見つめ目の動きで驚きを表すという見せ場。私たちのカメラは前田の表情を狙うため正面に立ってレンズを向けた。はい、本番。本番マスター、よーいスタート。マネージャーが呼ばれた。前田が怒っていた。私たちのカメラが目線に入り演技を邪魔してしまったらしい。そして、病院のシーン、この後に撮るところですが、まっすぐで不器用すぎるとも言える振る舞い。花びらの大体に考えてくれて、
損得を考えない彼女らしさの表れだった。そんな彼女をメディアは賛否両論で取り上げる。そして AKB ファンの中にもアンチ前田はいる。ファン投票で前田が1位となった一昨年、前田に1位を取らせたくなかったアンチたちは2位発表の際こんな言葉を浴びせた。 AKB48 チーム K 大島優子第2位は、去年は2位に転落。アンチたちが他のメンバーを強力にプッシュしたからだと言われている。選抜総選挙、そして今年第1位は前田敦子。どこかで孤独と戦いながら、素敵な部分もありました。私のことが嫌いな方もいると思います。私のことは嫌いでも AKB のことは嫌いにならないでください。アイドルという名の孤独、スポットライトの中にも悲しみはある。すごく自分に必要だったんだなっていうのは、悲しいっていう気持ちに負けなきゃいい話じゃないですか。こう自分一人のことだったら自分次第じゃないですか。私負けない気持ちは人一倍持ってると思います。よく言います自分でも。よく言いますね。負けない気持ちって。夜、一日の仕事を終え美容院にやってきた。役作りで髪を切る。あんまりなんて言って、ここら辺は残ってましたくない。うん。もともとすごい直毛とかストレート。私直毛だよね。やってます。スタッフが見守る中、大胆に5センチ以上カットした。すると、おー、かっこいい。あ、でも似合うね。似合う、かわいいね。似合う、似合う。役作りは無事に一歩前進、そう見えたのだが、前髪ってどうなんですか、もう少し切った方がいいのか。本当はもうちょっと切った方がいいかなと思う。はい、じゃあお伺いします。はい、でもついさっき飛び交った褒め言葉に彼女は流されなかった。もうすぐ二十歳、自分を客観視するよう心がけているという。自分はアイドルだからって甘えて逃げてる部分はもしかすると今でもあるのかもしれないですね。なんかこう最近の若い、こう私よりも年下の子とかもどんどんこう成長していって皆さん活躍してるじゃないですか。全然しっかりしてる子たちもいっぱいいるし、ちょっと甘えてる部分がいっぱいあるなとは思いますね。今日、彼女は二十歳の誕生日を迎えた。ありがとうございます。二十歳になる瞬間をお父さんとお母さんと一緒にレストランで過ごしました。人に気を使える、こういい意味で余裕がある人っていうんですか、見ててかっこいいなって思う。
な大人になりたいですね。待っていたのは大勢のファン。今日は朝9時から夜9時まで握手を続ける。前田敦子、二十歳の通過点。想像できないですね。何もしてないと思います。多分大学にも行ってないです。今多分大学生のはずなんですけど、行けないと思います。私普通に働いてたらいい方なのかなっていうぐらいかもしれないです。まあ、イケビがあってよかった。本当そうです。ですね。